午前0時をお知らせします。 JOXR ROK 技術クラブ1月29日日曜日放送分です。皆様こんばんは。こんばんは。時計の針足には0時を回りました。ROK 技術クラブのお時間です。お相手は技術管理部の金城と石原です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、先週ね、年賀状ご希望の方はメールをお送りくださいとご案内したところ、まあ、はい、何通か来まして、そうですね。その中からね、セレクションしてお送りしたいと思います。はい、けれども、うん、まあ、先週その年賀状の話をしましたけども、その中で、番組宛てにね、台湾の王さんから年賀状が届いて、今年も受信できるようにしたいですみたいな。はいはい、ありましたね。っていうのがありましたね。うん、で、放送した時にツイート見てると、判断するわけですね、はい。ツイート見てると、台湾ではどれが受信できるんだろうかなみたいな、そんな感じのツイートが、なんか、ちらほらあったように見えたんですよね。はい、ありましたね。で、ちょっと思い出したんですけど、僕、まあ、ショーカーさんもそうですけど、おととしの11月ぐらいに、はい、八重山の中継局の、はい、あの定期検査で八重山に出張行ってきたんですけども、はい、まあ、1月にいい思って与那国に行ってきましたけども、はい、その時にですね、与那国では86回どれが受信できるかなーってラジオ持って行って、うん、そう録音したんですよね。あ、なんか言ってましたね、うん、そんな話録音したなーと思って、うん、ってことでちょっとそれをご紹介したいなと思いまして、まあ与那国では864がどれぐらいで弾けるのかってちょっとお聞きいただきたいと思います。これは日中ですね、午後4時だったかな、あの大西端の三崎あたりで、はい、撮った音なのですが、ちょっとお聞きいただきましょうか。はい、スタイルテンション高めからお花畑、花畑テイクス。すごい、結構入ってますね。うん、ボソボソ入ってます。これは AM 864kHz なんですけど、ちょっとこの時お機材あんまり持って行ってなくて、うん、あのマイクをラジオのスピーカーだったり、自家通りだったり、ちょっとね、ラインカトル、はい、持っていくの忘れた。変換ケーブル。そうです。まあ、ちょっと音は悪いですけど、それもまあまあ、その場所で聞いた感じでも全然、まあこんな感じでね。そうですね。いい感じでしたよ。ちょっとボソボソ言ってますけど、内容はよくわかりますね。ちょっと、花花天国ですね、これは。ああ、ともかさん、そうそう、もうちょっと3時ぐらいか、そうか、3時ぐらいだな、この頃だったな。はい。車の中に置き忘れたことがあるの？中に住んでいる姉の車で那覇空港まで送ってもらって、結構ちゃんと入ってます。AM ってすごいですね、範囲が広いですね。こう考えると南城市大田とから来たデータを与那国島で受信してますからね、はい、もう与那国島台湾のすぐ隣ですから、ね、で日中ですよね。そうそう、あとやっぱり私たち海外の方が何が入ってくるかなみたいな聞こえたかもしれないですね。まあ、これってボーナストラックあるのないですね。他局のが入ってます。さっきの聞いたら入れちゃってる。あのね、これ川向こうの放送局。あの比較で多分実際だと思う。まあ今回はうちのことをご紹介したんですけども、はい、まあ大体こんな感じで台湾もっと離れてますけどね。うん、離れてるし、まあちょっと地形的な問題はあるかもしれないですけど、でもこれぐらい。届くんだよっていうか、聞こえるんだよってことが分かるんじゃないかなって思います。すごいですね。そう、3時頃、日中の3時頃ですかね。あ、まあ、私も分かると思いますけど、与那国島の、はいはい、あ、日本最西端の基地があるところあたりでで、まあ、そっか受信した音なんですよね。あ、電波が飛びますね。飛びますね。いや、そうですよね、本当に。電波10キロワットでそれぐらい飛んでますからね。これが音とかだったら、そんなに飛ばないんですか？うん。そうですね。おそらく。音の10キロワットでどれぐらいだろう。まあまあ、こんな感じでね。多分、台湾でも聞こえてるんじゃないかなって思ったりしますよね。はいはい、まあ、じゃあどうか。
たもしかすると受信報告書をねいただくかもしれないです、うん、のでまあいただいた際ですねちょっとの番組でもご紹介したいなと思いますね。まあ今回はこのオープニングでちょっと以前に近い与那国でのちょっとご紹介しました。アロケ技術クラブ、この番組はラジオピアノ技術管理部所属する3人がラジオ放送の裏側から見る仕事ことマニアックに語る番組です。夢見をこすりながら放送時間に合わせてラジオの前に集まるその実感をあなたと共有する胸にお届けしていきます。それでは今夜も最後まであったかい耳でお聴きください。ありがとうございます。小木さんもキューさん、うん、今クラブさんの商品ができたぞ。この時間はお届けしているんですが、こちらはですね、先週の21日ですね、公開放送がありまして、あいにくの音楽の小木みと産業祭りスペシャルっていうのが、公開放送がね、ありまして、この後に、まあ、僕の社員が行ってきました。ちょっと話をしたいと思います。いやー、朝早かったですね、あの日は。いや、やっぱ、大気味の場所から言わないと、大気味村というところはですね、沖縄本島の北部ですね。はい、そうです。名護までは高速道路でつながってますよね。はい、はい、そうです。さらに、あ、名護に行って、ヤンバルでいいか。あ、そうですね、ヤンバルですね。道路にあるっていう表現でいいのかな。まあ、沖縄県の北部というところに、まあ、あるようなイメージ。高速使って1時間半、2時間くらい、2時間くらいかな。まあ本当に朝だったんで空いているので、まあ何も困らずに行って、大体2時間くらい、2時間前後か、だったんですけども、遠いな。遠かったですね。遠いですけど、まあまあまあ、2時間ですけどね。ね、あゆむこさんも言ってましたね、那覇から近いよと。ああ、まあ確かに。そうですよ、あゆもこさん毎週通ってますもんね。毎週土曜日ね、すごいですよね、通ってますからね、やっぱり、うん、まあ、この青木に飛んで開催された産業祭りの会場から公開生放送をしたんですよね、はい、でしたね。今回のこの現場はいろいろ初めてなことが多くてですね、はい、まず僕は公開生放送っていう現場は初めてなんですよね。あ、そうなんですね、行ってる気がしたんですね。こういうのは何回か行ってるんですよ。あ、うん、そうですね。あ、収録ですか。収録はあります。公開収録は行ったことありますし、公開室内生放送は行ったことあります。あ、野球ね、大岩スーパーベースボールとかもでしたね。あとファーザー玉川由香さんのね、うん、ライブとかもそうでしたし、はい、まあそういうのは行ってるんですけど、ちゃんとしたっていうか、まあ、公開生放送の現場っていうのは僕は初めてだったんですよね。ああ、はい、まあいろんなね、こんななんだなんて思っていたんですけど、で、まあ、僕はそんな感じなんですけど、まあ、西田君もね、西田君で、そうなんですよ、初めて、はい、いつも宮城さんについて行ってるんですけど、はいはい、今回なんかあれですね、タクやってって言われて、そうですね、ちょっと焦りましたけどね。タクと言っても、はい、これまではね、放送タクはねやったんですよ ね、うん、ですね、今回初めて PA と、はい、PA もやってくださいって、 PA プラス放送タク、はい、両方やったと。一人で PA と放送をやるという、まあ、いつもはね、宮城さんが、うん、やっている、うん、ようなオペレーションを今回西田君が初めてやったということ。緊張しますよね、やっぱり初めてだと。初めての二人だ。初めての頼りありがとうみたいな。本当に初めてなんですよ。そうなんですよね、なんかもうドキドキでしたね。西田君も初めて、僕も初めてだったんで、うん、ね、いろいろドキドキで、それいかんで、実際に西田君のお邪魔をいかせていただかないようなやってますけど、まあ面白かったですね。まあそうですね、全体通して、まああゆもこさんの、ね、公開生放送もありますし、その中でジママさんの、ね、ライブもありましたし、はい、いや、ライブ良かったですね、ジママさんの大丈夫とか最後に
歌ってらっしゃったんです。そうですね。なんか感動しましたね、しながら。いろいろ考えることがあって、あの曲に聴きながら。良かったですね。はい、良かったですよね、ライブも。で、相もこさんの演奏も、オープニングも、ああ、そうですね。から入って、生演奏です。はいはい。いや、本当に面白かったですね。じゃあ僕は、まあ、初めての公開生放送現場で、まあ、本当に何をしてか。状態でいろいろ教えてもらいながらやったんですけども、でまたもう一人ね、秀平さん、あ、はいはい、もうっていう方もいらっしゃって、そうですね、いつもはそう、この相棒音楽の上でラジオから担当されてる秀平さんもいらっしゃって、もう秀平さんはね、何回も、この公開放送の現場ついてますので、いろいろ秀平さんにも教えてもらいながら、あ、こんなことやってるんだと見ながら、はい、やったんですけど、あ、こんなこともやるんだ、ね、こともね、やるんだなと思いながら見て、僕も耳を見よう見まねして、一番焦ったのが、あれでしたね、ワイヤレス、あ、できなかったことです、今晩の5分前に、ワイヤレスマイクで会場リポートをしたんですけど、うんうん、そうですね、ワイヤレスリポートのレシーバーか。レシーバーですか、レシーバーか。レシーバーが、なんていうか、電車で、本番前に電車をとしたんですよね。電池コックスが抜けなくなってるようなことです。あれは本当なくなったんですか、5分前。3分前ですか、オンエアの。やべえか。やばかったですね、気に入れてて。あ、これはまずいということで、もう、秀平さん、秀平さん。もっと切ったんだって、マイクをね。止まった。あ、よかった。あれがそう忘れました。
村長さんです。そうですね。やばい、どうしたら、まあっちが川に持ち込むかなーって思ったんですよ。個人的にはこれが一番焦ります。まあいろいろありましたね。オンエアはでも大丈夫でしたかね。うん、まあいろいろ裏ではありましたけど、なんか僕が初めて現場だったんですけど、イレギュラーのこと結構こんなに怒るもんなんで、いろんなこと起こるの。まあ写真も何枚か撮ったら多分ちょっとツイッターに上がると思います。本当に忙しかったね。本当ちょっと忙しかったね。2枚にしか撮ってなかったよ。僕は全然撮ってない。バタバタして西田君が頑張ってました。超頑張ってました。本当に皆さん皆さん本当に西田君頑張ってましたよ。翌日は三浦大将も、あ、そうそう、三浦大将も三浦大将も行って、なんならね、その音楽の上の3日前とかでも、あ、キングスキングとして気持ちますからね。本当あれですよ。なんかそうですね、バタバタしましたね。いろいろありましたね。まあ、とりあえず一段落とかですね、うん、そうですね、三浦大将が終わって無事一段落で、本当に、まあ、西田君もそうですけど、まあ、ラジオキャーの技術的にもね、まあ、中継もそうですけど、それ以外にもいろいろあって、技術がバタバタしました、とりあえず。ですね。この1週間、2週間は。全員出勤っていう日もありましたね。全員出勤しましたね。技術部。あんまりないけど、めったに全員出勤っていうのは、寂しそうじゃないかな。うん、ミュージックソー以外とかではあ確かにないと思う。あんまりないですね。もっとね、いろいろ、スタジオが。お話できるところが困るんですか。そうですね、結構時間切れですかね。ですね。次のコーナーもあるんで。そうですね、はい、今日はあの2月21日にやりましたあれもこの音楽の応援委員長産業祭スペシャルの公開放送についてね、ちょっとお話をさせていただきました。ROK 技術クラブ、番組に向けたメッセージの宛先はメールアドレス handa@rokinawa.co.jp、 番組ハッシュタグはハッシュタグハンダ864、ひらがなハンダの数字864からチェック。ハンダやろうよで覚えてくださいね。では曲のコーナーです。今週はリスナーさんからのリクエスト曲をお届けしたいと思います。はい、どういった曲が来ますでしょうか。来ますよ。これはですね、受信報告書についてたリクエストなんですけど、ほうほう、受信報告書の内容は今週はちょっと時間がないのでできないかな。来週ですかね。はいはい、受信報告書の内容は来週です。先にリクエスト曲だけかけましょうか。はい、ラジオネームスーパーおちょしんこマシンさん、新潟県上越市の方ですね。はい、地震報告書に追記で、ROK 技術クラブスタッフ様抱き合わせでリクエストのエントリーをお願いします。曲名は三遊亭炎上のアルバムリハビリテーションよりトラック7番、解説書付モールス小話です。なんかすごいタイトルですね。ピンクレディの SOS がイントロの問題でいわゆる放送禁止化となり、オリジナルレコード版がかけられないことは有名ですが、こちらの曲はとても面白く勉強にもなります。炎上師匠は惜しくも昨年にお亡くなりになりましたが、今年だと2年前ですかね、2021年に、亡くなっております。奇想天外な新作落語と多趣味な人で、ゲーマーや狛犬の研究でも知られる花塚さんでした。ラジオ番組でモールス信号を送るのは難題かもしれませんが、とても面白く勉強にもなりましたので、ご検討のほどよろしくお願いします。はい、リクエストいただきます。はい、このリクエスト曲、ラジオ沖縄のライブラリーにはなくてですね、ほうほう、なおかつ配信にもないんです。ほうほう。で、僕ちょっと気になってしまって、タワーレコードのハテナちょっと CD 取り寄せてきました。ああ。とりあえず、炎上師匠のリハビリテーションって言われて、早速かけましょうかね。時間が多分短いので、2曲続けてがいいかもしれないので、2曲。じゃあ、解説書付きモールス小話と、恋のホワンホワン、この2曲かけましょうか。それではお送りします。三遊亭炎上さんのアルバム、リハビリテーションから、解説書付きモールス小話、恋のホワンホワン。
この2曲をお送りします。さあそれではこれからハイドピックモールス信号小話を始めよう。ではモールス少しやってる間に解読したんです、はい、ライナーノーツにちゃんとモールス信号の表が載ってますから、すごいですよね。ちなみに今のは和文モールスです。ああそうだね、はい、はいはい。で一応ですね解読したのですね、その1がですねイルカイモールス、わかるね内容ですね。こうはい、でその2、儲かりますか、トントンで笑い、トンスって言うじゃないですか、はいはいはい、のトントン推しなんですね。なのかなという内容でした。その3まではちょっと解読できないんですけど、まあ、一応大体こんな感じです。その2までは時間切れる、結構時間かかる。の話、まあ、話っていうのは皆さんが解読していただきます。そうですね、その3はどんな内容なのかみんなで聞いてみるのもいいかもしれないですね。これすごいですよね、モールスだったな、モールスでしたね。で今 BGM でかかってるのが恋のホワンホワンっていう、うん、大竹栄一さんのアーロングバケーションみたいな、そんな感じ、原曲があるみたいですね。まあこういう曲もあるんだなって知らなかったですね。ちなみに三遊亭炎上っていう実験落語と呼ばれる独自の世界観を持つ新作落語次々に発表、うん、書いてあります。80年代頃実験落語っていう落語、いや皆さん解読できましたか、できましたかね。僕は全然できません。僕も最初分かんない、結構かかりました。あの映画とおにぎり食べようと思いました、はい、もうなんか最初は真面目に撮ってたんですけど、あこれ分かんないなと思って結局あの編集ソフトにこの音源貼り付けて波形見ながら解読したんです。ちょっとだけブレしました。ズルじゃん本当にモールス
を使ってらっしゃる方を普通解読されるんでしょうね、うん、ですかね、まあ、和文でありますけども、うん、すごいなやっぱネイティブモールスに憧れますね。全然わかんなかったです皆さんは分かりましたでしょうか。じゃあ今週はスーパーオートシンコマシンさんからいただきましたリクエスト曲をおかけしました。ありがとうございました。ありがとうございました。エンディングでーす、はい、まあ、レコードプレイヤーですね。お話をたびたびしてますけども、直近にお話しした内容としては、まあ、ちょっと投資が悪くなっていて、あの SL1200 レコードプレイヤーを元々のレコードプレイヤー昔だったよね、そうレコードプレイヤーの筐体にはめるっていう、はい、はめる、まあ、置くみたいなのかな、うん、っていうのをやりましょうっていうのが最新のお話だと思います。そうですね、でっかいあの木でできたレコードプレイヤーの箱だけ使ってテクニックと SL1200 を作るっていうことがあったんですけども、最新のでございます、はい、あの木のね、箱の木っていうか音がレコードプレイヤーがあったところ、はい、上に置かれたこの SL1200 ですけども枠ができます。ですね。すごいですね。さっき一緒に見たんですけど、綺麗にはまってましたね、枠に。もともと、デノンのターンテーブルの天板ですかね。上の、うんうんうん、天板をちょっと加工して、戦略がぴったりとはまるようになってます。はいはい。あの、四角く加工させて、ポッてはまる。綺麗ですね。いや、すごいですね。どんどん進化して。元からそこにハマってた感じになってますね。さっきの話はい、なんかまだどん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 進化していくんだろうなと思ったりしますけど、どうなんですか。やっぱね、加工してるのその前見たんです。見てました。すごい。あの先生もお話しましたけど、本田さん。ああ、夜勤の本田さん。ですね。が、ノコギリで聞こう聞こうしてますよ。すごいですね。人力でやったんですけど、やっぱり大変みたいな感じでしたね。ああ、やっぱ電動工具使ってないから。そうですね。あで、このやっぱりね、レコードプレイヤーももともとそうですけども、素材も、若干頑丈に作られてるんで、うん、ちょっとやっぱり、その、いったところ待ってちょっと大変だったのかなと思いますけども、うん、いやー、ギコギコしました。あいやー、結構あんなに綺麗にはまってるのはすごい。元からそこにあったんです最新情報でございます。サンタのレコードプレイヤーこうなってるよ、はい、あのチーカの最新情報でまた随時ご紹介しようと思って、はい、おそらくこのターンテーブルで再生された音が赤月デービルとか、あのアキラキラキラ金曜日とかセンチメンタルクラックとかセンチメンタルとかいろんなところでオンエアされてますからね。はい、そうですね、うん、これが番組のねぜひお聞きあのレコードでプレイヤーされてたんだと、そう思いを発していただくと嬉しいなと思います。そうですね、番組ではメッセージの採用不採用に関わらず名刺をお送りいただいた方の中お一人に県内とある場所のバーチャル金額差券をプレゼントしています。あなたもぜひ狙ってみてください。アドレスはhand@arokia.co.jp です。ではお時間ですね。ここまでのお相手は技術管理部の金城と石原でした。はい、おやすみなさい。おやすみなさい。